リーダーのオートフォーカスについて説明します。例えばレンズを変えた時にこのファンクションボタンを2回押すとこのようにオートキャリブレーションを行ってくれます。でこの時にこうなんかギアが飛んだりした感じだったりした時はレンズを交換した時のモーターの取り付けが甘かったりとかするので、まあ、しっかり押さえてレンズを固定します。でこのボタンを押すとプリセット1、プリセット2、プリセット3になります。で、今は 50mm なので3、20、28、50mm とプリセットが組んであるので3番目は50mm で、オートフォーカスボタンを押すと緑色になってオートフォーカスがこのように効くようになります。